まず先ほど関係大臣で今後の対応について議論をいたしました。全国的に見て過去最大の感染拡大が続いておる中で、各地域の緊急事態宣言やまん延防止措置、こうしたことについて明日の分科会にかけることを決定をいたしました。特に医療体制の構築は極めて大事だというふうに思っています。自治体と連携をして自宅にいる患者さんの方々に電話によるこの診断の診療報酬、こうしたことを引き上げをさせていくことを決めたの引き上げをし、また特に50歳の方、またそれ以下の方でも既存の症状がある方、こうした方に中和抗体のこの診療についてですね、積極的に全国、今1000カ所の病院の中に置かれているわけですけれども、積極的にさらに広げる、あるいはまた今日視察をさせていただいた東京のホテルの臨時のですね、病床、そうした施設でも幅広くできるように徹底していこうと、そうしたことを議論をいたしました。ありがとうございます。2問目、お伺いします。アフガニスタンの反政府勢力タリバンが首都カブールを占拠し、ガニ政権が崩壊しました。日本政府として把握している情勢、また邦人保護などにどう対応しているのか教えてください。まずアフガニスタンにおいてタリバンの首都カブールへのこの入侵によって、現地政権は機能しなくなっております。で、今後タリバンのこの政権以上が見込まれる、このように我が国としても認識をしております。政府としては現地の最新の情報、こうしたことをですね、把握しながら米国などの関係国と連携をして、こう今対応している、そういうところであります。総理、朝日新聞の小出川です。総理は7月30日の記者会見で、今回の宣言が最後となるような覚悟で政府は全力で、対策を講じていくとおっしゃいました。緊急事態宣言の延長を分科会に諮らざるを得なくなったことに、総理はご自身の責任などどうお考えですか。そうした覚悟を持ってこれは対応する、こうしたことを私申し上げました。そしてそのことに向かって、ワクチンの接種、あるいはその対応についてですね、今申し上げましたけれども、新しいこの中和抗体の方法、そうした中の例えば薬をですね、世界に先駆けて我が国で確保をして、軽症者の方や、あるいは中等症の方がですね、重症化しない、そうした対策を今しっかり行っております。こうしたことをしっかり行いながらですね、やはりこの、世界全体としてデルタ株の猛威が振るっている中で、世界の中でも最小限に国民の皆さんのですね、に影響がないようにするために全力で取り組んでいます。まずは今の目先のことを解決に向かって全力でやるのが私の責務、このように思っています。総理、 TBS ラジオの川田です。こちらで最後の質問でお願いします。感染拡大を止めるには重症化の予防とともにですね、感染者数そのものを減らす必要があると思います。この間総理はテレワークの実施とかですね、不要不急の外出を呼びかけしておられましたけれども、感染は広がった状態になりました。どういったところに問題があったとお考えになっているかと、それを克服するために今後どういった策が必要だとお考えになっていますか。今申し上げましたけれども、まさにこのデルタ株というのは大変猛威を今振るってまして、これは世界
ある意味で全ての国で、そうした状況ではないでしょうか。まあ、そういう中にあって、我が国はやはりこのワクチン接種、ここはやはり全力で行うというのが私の大きな仕事だというふうに思っています。今この8月のお盆時でありますけれども、1日100万回接種、そのペースは進んでいます。そしてやはり医療体制を充実する、この感染拡大、感染にですねされた方に対しての医療体制をしっかり充実させることが今一番大事なことだというふうに思います。その感染拡大を阻止することができなかったということでありますけれども、それは世界がこのような状況の中で、その感染が拡大する中で今対応すべきということは、そうした感染をされた方が重症化しない、そうしたこと、あるいはワクチン接種を高めてですね、感染が拡大をしないように取り組むのが私の仕事だというふうに思います。以上で終わります。